今回の動画のテーマはこちらです。1961年、昭和36年の国公私立大学混合文系入試難易度ランキング。こちらが大学受験生向けの月刊雑誌、建設時代1961年8月号の付録、応文社模試から見た大学入試難易ランキングです。この頃は、偏差値で入試難易度を算定していない時代であり、応文社模試の英数国3教科の合格者平均点で順位付けしています。そのような方法で法経財系の入試難易度ランキングを作成しているため、国公私立が混合する大学ランキングとなっています。それでは早速、1961年の国公私立大学混合文系入試難易度ランキングをご紹介します。合格者平均50から90点、大学ランク17から13。大学ランク17、合格者平均50点台、近畿大学、法学部、関東学院大学、経済学部、桃山学院大学、経済学部、大学ランク16、合格者平均60点台、近畿大学、商経学部、愛知大学、法経学部、千葉商科大学、商経学部、日本福祉大学、経済学部、亜細亜大学、商学部、大学ランク15、合格者平均70点台、法政大学、法学部、経済学部、社会学部、関西大学、商学部、成城大学、経済学部、明治学院大学、経済学部、国学院大学、政経学部、日本大学、法学部、経済学部、商学部、東洋大学、経済学部、専修大学、経済学部、江南大学、法学部、神奈川大学、法経学部、福岡大学、法学部、経済学部、商学部、東京経済大学、経済学部、大学ランク14、合格者平均80点台、明治大学、法学部、政経学部、経営学部、大阪経済大学、経済学部、拓殖大学、政経学部、熊本商科大学、経済学部、大学ランク13、合格者平均90点台、立教大学、社会学部、青山学院大学、経済学部、中央大学、経済学部、立命館大学、経済学部、関西大学、経済学部、龍谷大学、経済学部、拓殖大学、商学部、広島商科大学、商学部。1961年という本チャンネルの視聴者のほとんどが生まれてすらいない時代の大学受験生用の入試難易度ですが、現在とは全く異なる序列となっており、この点数帯には国公立が1校も登場しないことから、かなり国公立志向が強かったことが推測されます。また、有名私立大学群のマーチとカンカン同率の中でも、法政大学と関西大学の難易度が他より低い点は現在と同様のようです。合格者平均70から90点台からマーチ、カンカン同率に属する大学が登場し始めてきていますが、カンカン同率の同志社大学と関西学院大学の2校の登場はまだ後のようです。続きを見ていきましょう。以降の100点以上は大学の数が減少するため、個別の点数を追記します。合格者平均100点台、大学ランク12。大学ランク12、合格者平均100点、江南大学、経営学部、合格者平均104点、中央大学、商学部、松山商科大学、経済学部、合格者平均106点、関西学院大学、社会学部、西南学院大学、経済学部、合格者平均107点、江南大学、経済学部、合格者平均108点、大阪府立大学、経済学部、立教大学、経済学部、合格者平均109点、学習院大学、政経学部、明治大学、商学部。国公立大学として、合格者平均108点の大阪府立大学が唯一登場しています。今では考えられない国公立志向の強さです。現在ではマーチよりもやや下に位置づけられる学習院大学ですが、当時はマーチ上位レベルの難易度を誇っていたようです。大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均110から120点台、大学ランク11から10。大学ランク11、合格者平均111点、青山学院大学、法学部、合格者平均115点、北九州大学、経済学部、同志社大学、法学部、武蔵大学、経済学部、合格者平均118点、日本社会事業大学、社会福祉学部、大学ランク10、合格者平均121点、東北学院大学、文系学部、合格者平均123点、同志社大学、商学部、合格者平均125点、中央大学、法学部、政経大学、政経学部、合格者平均129点、関西学院大学、法学部。大学部マーチの中でも別格扱いされる中央大学法学部が成城大学と並び、関西学院大学に負けている時代があったのですね。マーチ、カンカン同率の中では、中央大学法学部と同志社大学、関西学院大学が当時は上位だったようです。この点数帯になっても、新たに登場してくる国公立大学はわずか1校にとどまります。
大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均130から140点台、大学ランク9から8。大学ランク9、合格者平均133点、上智大学、法学部、合格者平均134点、熊本大学、法文学部、関西学院大学、商学部、合格者平均135点、高崎経済大学、経済学部、大学ランク8、合格者平均141点、同志社大学、経済学部、合格者平均143点、上智大学、経済学部、合格者平均147点、金沢大学、法文学部、早稲田大学、法学部、合格者平均149点、南山大学、経済学部。当時は国公立、私立問わず、地方大学が力を持っていたとの記録が残っているのですが、それでも早稲田大学法学部よりも南山大学経済学部が上に位置している構図には驚かされます。大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均150点台、大学ランク7。大学ランク7、合格者平均151点、福島大学、経済学部、早稲田大学、商学部、合格者平均153点、岡山大学、法文学部、和歌山大学、経済学部、合格者平均156点、富山大学、経済学部、合格者平均158点、香川大学、経済学部、大阪市立大学、経済学部、合格者平均159点、東京都立大学、法系学部。この点数帯まで来ると、各都道府県を代表する国公立大学が中心となってきますが、慶応義塾大学や早稲田大学政治経済学部の登場はまだ先のようです。大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均160点台、大学ランク6。大学ランク6、合格者平均160点、大分大学、経済学部、山口大学、経済学部、合格者平均161点、北海道大学、分類、合格者平均162点、広島大学、政経学部、大阪市立大学、法学部、神戸商科大学、商経学部、合格者平均163点、大阪市立大学、商学部、早稲田大学、政治経済学部、合格者平均165点、慶応義塾大学、法学部、合格者平均166点、関西学院大学、経済学部、合格者平均167点、慶応義塾大学、商学部、合格者平均169点、九州大学、法学部、横浜市立大学、商学部。北海道大学はかつて、分類、理類と学部を横断する形で学生を募集し、成績順で各学部に振り分ける方式を採用していました。昔は旧帝大学というブランドが強かったと思っていたのですが、北海道大学よりも難しい国公立大学が多数存在していたようです。慶応義塾大学の法学部と商学部、早稲田大学の政治経済学部は、北海道大学と九州大学の中間程度の難易度だったようです。大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均170から180点台、大学ランク5から4。大学ランク5、合格者平均170点、九州大学、経済学部、長崎大学、経済学部、合格者平均171点、滋賀大学、経済学部、合格者平均172点、小樽商科大学、商学部、合格者平均179点、東北大学、経済学部、神戸大学、法学部、大学ランク4、合格者平均182点、大阪大学、法学部、合格者平均184点、大阪大学、経済学部、東北大学、法学部、合格者平均186点、神戸大学、経済学部、合格者平均187点、名古屋大学、法学部。小樽商科大学や滋賀大学経済学部が名門ということを耳にしますが、このような過去の大学序列が影響しているのでしょうね。東京大学と京都大学はまだ登場していませんが、旧帝大学の序列を見てみると、東京大京都大が上位、大阪大名古屋大東北大が中位、九州大北海道大が下位というのは現代と同じのようです。大学ランキングの続きを見ていきましょう。合格者平均190から220点台、大学ランク3から1。大学ランク3、合格者平均191点、慶応義塾大学、経済学部、合格者平均195点、名古屋大学、経済学部、神戸大学、経営学部、合格者平均196点、京都大学、経済学部、合格者平均197点、横浜国立大学、経済学部、大学ランク2、合格者平均203点、京都大学、法学部、合格者平均211点、一橋大学、商学部、合格者平均213点、一橋大学、社会学部、合格者平均216点、一橋大学、法学部、大学ランク1、合格者平均220点、一橋大学、経済学部、合格者平均222点、東京大学、文化一類。この偏差値帯では、私立大学で唯一、慶応義塾大学経済学部がランクインしています。
東京大学、次に京都大学という序列かと思いきや、京都大学よりも一橋大学の方が若干難しかったようですね。そして、東京大学がトップというのは、1961年も現代も揺るがない事実のようです。年配の人がやたら国公立大学を褒める理由には、このような過去の大学序列が影響しているのかもしれません。そして、1961年の大学序列を踏まえると、世代間で学歴間にギャップが生じるのもしょうがない気がします。50年後、60年後の大学序列がどうなっているのか楽しみですね。動画の最後にお願いです。コメント欄に、皆様のご感想を書いて教えていただけると、とても嬉しいです。以上、企画会長の考察劇場、閉幕です。